はい、今日のスカワノちゃんの動画なんだけども、はい、来ましたよ、仮面ライダーシリーズってことで地味に人気シリーズと なりつつある仮面ライダーシリーズってことで、ネオアマゾンズドライバーね、なんかその聞いた話によるとね、まあ今回のやつはまあ大人用だと、大人用の、ベルトって聞いてたんで、開けた時にね、あれなんかあれ箱がなんかデラックス版じゃねえみたいな、なんかわかる、あのそのさ、ほらもう完全にその子供用のおもちゃのさ、あの箱と同じじゃん、逆だ、ほら同じなんだよ、ほら、え、これ騙されたと、いやわかんない、これもし開けて実は子供用でしたとなったらもうね、あれですわ、もうアマゾンズ、アマゾンズ、アマゾンですよ、本当に。俺ね、でもね、ネオアマゾンズドライバーみたいな感じ今言ってるけども、俺シーズン1しか見てないっていうね。これ注文したのがね、4月とか3月、結構前じゃん。でその時にもうまだアマゾンズ見てなくて、まあこれ届く頃には、まあ、見てるだろうみたいな思ったんですよね。見れてなかったということで、開けていきましょう。あ、やっぱりね、完全に仕様が、ほら、よいしょ、完全にデラックス仕様。これなんだ、これ多分ベルトのあれだよね、これも多分ベルトのあれ、この上に巻くやつ、上に巻くやつね、 CS、 あの大人用のベルトのあのこのあの仕様、まあ分かる人にだけ分かればいいね。あのこれちょっとテンション上がるよね。これが、本体、すげえかっこいいな、すごいよこれ、あの電池の圧、なんか特に今回はなんかそういう音声系とかはね、なんか本当になんかベルトって感じ、ザ・ベルトですわ。あっ、出た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 、ついにシグマ、シグマ、シグマのやつ、はい、組み立てたらこんな感じ、すごい、もうなんかもう CSM 感が半端ない、これ、ほらかっこいいんだよね。で、ちょっと遊んでいきましょう。で、アマゾンズインジェクターっていうのが、まあ、2種類、ついてきたんで、この2種類を入れて、変身していきたいと思います。まずはね、はい、こっちのネオの方に変身していきたいと思います。ここは下がった状態で、入れると、インジェクターを入れて、こっちの方ももちろん電池がね入ってるんで、つくと、シグマのパーツが入ってたので、やっていきたいと思うんだけども、なんかこれね、なんだろう、結構
構いろんなおもちゃの人がさ、あ、なんかここに爪楊枝突っ込んだりしてさ、鳴らしてたじゃん、シグマ、シグマ、シグマって。そんなにシグマ言ってないけど、だから、これレビューするんじゃなくて、なんかこれ改めてやる意味あるのかなと思ったんだけど、やります。はい、こちらから直接やります。ごめんなさいね、他のいろんなものがちょっとごちゃごちゃあって、最近掃除したんだけどね。はい、こうパーツを取ります。うわぁ、もうすでに電源が入ってた。シグマ、行きまーす。